こんにちは。眠いな。今日はちょっとどんな動画になるかまだ未定です。とりあえず今日1日久しぶりにフリーでお仕事が何もないというか決まってない日なんですよね。はいなのでゆるく動画を回してます。急遽ちょっと時間ができたのでヘッドスパにね行くんですよ。久しぶりなのでちょっと軽くメイクをして、あとヘッドスパしながらマツパもするのでマスカラだけしてないです。ティムさんは眠そうです。はい、まあちょっとゆるく動画回していくのでお付き合いください。見てね。うんこっちが一番端っこが何する、どうする。とりあえずまだ早いんですけど、朝ごはん全然ちゃんとしっかり食べてなかったので早めのお昼ごはんを食べたいと思います。うどんチンしました。じゃあ柚子とみょうがのうどんにします。もうめんどくさいからこのままうどんにのせるだけ。食べます。子供の時はキウイは半分にして、でそこからスプーンで食べるっていうのが好きだったけど、大人になってからその食べ方してないな。キウイこのねちっちゃい方が便利なんですよ。これアクタスで買った。いただきます。なんか私こういう動画いつも麺すすってる気がする。2人の時は麺類が多いですね。さっぱりしてて美味しい。やっぱみょうがいいね。みょうが豆乳です。トワイスのパーフェクトワールドミュージックビデオが10時間前に公開されたのでこれを見よう。食べました。ごちそうさまです。パーフェクトワールドなんかすごいかっこいい感じの MV でダンスもめちゃめちゃかっこよかった。かわいい。言い訳やめてなん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 って感じの曲でした。どうしよっかな。今お昼ご飯食べ終わって、ちょっと急になんですけどこの洗面所の三面鏡裏を紹介しようかなと思います。あ、これねセリアで買ったんですけど、これをピタッと貼り付けるだけで鏡が汚くならずにここを引っ張るだけで開くのでとても便利です。これねもう一個欲しい。あっちにもつけたい。三面鏡裏はこんな感じで、ここが浮かせる収納で紹介しましたね。ダイソーで買った蓋付けのクリアケースにイプサのコットンを入れてます。で、これモノトンショップさんのゴミ袋ケース、ここにゴミ箱があるので買える時にすぐに取れるように。で、これは三面鏡裏にぴったり、ビアコだったかな。で、これ朝晩塗ってる乳液、これいいですよね。で、スキンケアではこんな感じなんですけど、今のおすすめはこれかな。やっぱりハメのドロップグローっていう美容液です。もうなくなりそう。あとはこのハメのローズスリーピングパック、何回もリピートしてますね。あとはこれもうすぐなくなりそう、 VT のシカスキン化粧水です。これ赤みがある時とかちょっとニキビ肌の時にとってもおすすめ。これもまた肌荒れした時とかにリピ買いしたいと思う化粧水ですね。で、相変わらずイプサの化粧水使ってて、このグランドプランも使ってます。クリームはアンプルールのラグジュアリーホワイト薬用デー&ナイトクリームっていうクリームで、これお気に入り、朝晩関係なく使います。何回もリピートしてます。パッケージもね、その都度使ったらちゃんと綺麗に拭いて戻すようにしてます。で、上はこれもシリアかな、ケースで仕切ってます。で、この時期ねよく使うのはこれです。ザーネのメディカルスプレーで背中用スプレーなんですけど、これ逆さまにしてもねスプレーができるっていうやつで、もうこの時期背中に吹き出物ができやすいのでこれを必ず使ってます。こっちが一番端っこがストックものが入ってるだけ。で、真ん中がここもね紹介したことあったかな、歯ブラシと綿棒とか、これもね大好き、酵素洗顔。
待って、浮かせてます。これも楽天ルームに載せてます。使ってるのがイソップです。で、今アルコール消毒をして手洗いをするようにしてるので、これアルコールです。これはアフタヌーンティーで買ったんですけど、アフタヌーンティーのやつなのかな。で、これもヘアゴムとかを浮かせてます。これダイソーのクリアケースです。魔法のテープで貼ってます。そしてここもボディミスト、ボディクリーム、ここが整髪剤ですね。で、これさっきのスキンケアの収納でも使ってたんですけど、このスタンドね、とっても役立ちます。ダイソーで買いました。セリアとかにも売ってると思います。フィギュアスタンドっていうのかな、高さがあるところにこういうの使うと便利ですね。あ、今のお気に入りこれなんですよ。このね、ちょっと湿気が多い時期におすすめなんです。もうないの、買いたい早く。3のヘアケア&スタイリング、エマルジョンってやつですね。艶やかになってまとまりが出ます。今の時期とってもおすすめ。ボディファンタジーのボディミスト、これこのウェディングデーっていう香りがめちゃくちゃ好きで、もう半分使ってます。一番端っこは香水ちょっとごちゃごちゃって入ってる。これもストックです。という急に三面鏡を紹介するというなんかね、リクエストが多かったんだよね最近。三面鏡裏とか洗面収納紹介してくださいって。こことかは特に紹介するまでもないかな。毎日使うヘアブラシと一緒に使うヘアミルク、ヘアオイル、留め癖直し。ここはちょっと汚い、ごちゃごちゃしてる。美顔器とか入れてます。ここは今ちょっと雑にドライヤーが置いてありますね。別に大したもの入ってないここは試供品とかのストックで、これはお掃除用品で、下がストックとかトリミングアイテムとか、あとは入浴剤とかが入ってます。こういう感じでした。今日の格好はこんな感じ。パンプスはザラで、パンツはエイジで、トップスはプリリーです。サーモンピンクなんですけどね、この肩の周りの形がすごく綺麗で、肩がストンって落ちて見えるんですよ。なので華奢に見せてくれるようなサマーニットのパンプスです。かわいい。ということで、あ、急がなきゃ。バイバイ、行ってきます。帰ってきました。途中じゅんくんと合流しました。今ね、アプリリの倉庫事務所を作っていて、そこに行ってました。じゅんくんのお父さんが作ってくれてて、そちらに様子を見に打ち合わせしに行ってくれてたみたいです。いい感じに出来上がってますか？かなりいい感じでした。楽しみ、ね、やっとそこに洋服をね、倉庫として置けるからいいですね。楽しみですね。もう3時なんですけど、これからスタッフがお家に来るので、いろいろ打ち合わせやら、あとお洋服を撮影したりすることになりました。それまでどうする？4時ぐらい、今もう向かってるって言ってた。 L でもお風呂にいようかな。おしっこまみれになったから、今日おしっこ失敗しちゃってね、 L おしっこまみれになっちゃったの。なのでお風呂入りましょうか。ほら、おしっこまみれ、おしっこまみれ、お風呂入るよ。はい、ほら、お風呂に入ります。お風呂、お風呂、お風呂に入ろ。よいしょ、お風呂入ろ。綺麗になってきます。お風呂に持っていかないの、これ。まずはこれ。シャンプーをこうやってお湯で混ぜておく。あなた誰？おとなしいね、ってね、お利口さんだね。おお、存分ブルブルしてくれ。どうぞ。そう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 、できたできた。ドライヤーは好きなんです。ブラッシングしましょう。あ、攻防しちゃダメだよ、逃げちゃダメだよ、待ってだよ、待って。そうそう、偉いじゅん。はい、できました。ふわふわです。よし、何このティッシュ？これは、これを
嫌です。汚いしてて汚いけど可愛いじゃん。ダメです。なんでいつもその辺に置いたくない。ティッシュその辺に置くたびになる。違う。今日のやることは以上です。終わった。11時半ゆるゆるすぎる動画ですね。ファミマの北海道練乳バーってやつだっけ。いちご練乳バー期間限定だ。夏に出るんだよねこれ。毎年この時期になると買うんです。そうなの。え、買ってるじゃん。箱で買ってるじゃん。いや、でも1個単体のものもあるんだけど、箱で出てるやつもあって、で、去年はなんかね、夏の後半ぐらいから買えなくなっちゃったんですよ。そうなの。そうだったじゃん。なんでこれ普段ね、アイス食べないけど、この時期になると食べたくなっちゃうね。うん。久しぶりに紙面の雑誌買いました。 E マガジンで読んでるの、いつも読み放題だから。はいはいはい。けど、ウェブ用なんだよね。なんかページ数少ないの。キンプは何の雑誌買ったんですか。私は久しぶりにこちらレオンを買いました。20周年だって。最近ほんと本見なくなっちゃった。2年ぶりぐらいに買ったんだね。毎月私はジゼルで見るの。ジゼルぐらいかな、毎月見るのは。誕生日プレゼント探してるの。うん、何もらおうかな。七夕だもんね、純くん。うん、何する、どうする。でももう物欲がないでしょ。別に欲しいものとないんだよ。何が食べたい、何がしたい。食べたいもの、食べたことないもの。ドライアン、うん、カンドリアン、あれあれドリアン、あれドリアン、あ、ドリアン、あ、食べたことないかも。あ、ないね。時計しかないじゃん、これな。時計特集なの、これ。いや、違うでしょ。時計も載ってるみたい。時計しかないよ。ネックレス欲しいの。つけないか。でもなんかちょっとその昔とさ、あのあれが変わったじゃん、趣味が。うん、なんかその今の雰囲気に合う、うん、ちょっとこじゃれたネックレスとか。こういうのいる。難しいね、こういう時のお誕生日って。なんか盛大にお祝いしましょうとかできないの。確かに。パパ何してあげる。40歳だから何かしたいよね。40周年だ。大事な節目だよ、これは。なんていうの、60還暦。60還暦で40は50は何。わかんない。前役なんですよね。そう、だから前役の役払いしてきたよね。した。今日はもうちょっとゆるく動画になっちゃったな。どういう動画にしたの。わかんない。とりあえず撮ってみた。明日見えるかな。ちょっとこのいいレンズでドアップは耐えれません。隠してんの。うん。ということで、もう12時になったので寝ます。おやすみなさい。おやすみなさい。